宮沢氏はサラリーマン増税云々といった報道があるが、全く自分は考えていないと述べました。党税調でそういう議論をしたことは一度もないし、党税調会長の私の頭の隅っこにもないと伝えました。岸田総理は良かったと応じたということです。はい。やらせですね。選挙対策。はい。はい。これやらせですね。岸田総理が自ら言うと、ちょっとお前またね、言うてね、言われるから、宮沢、お前が言うといてくれ。ね。で、わしが良かったという一言を頼んで、わ かりました、総理。言うときますわ。はい。これで、支持率アップ。よかった、よかった、って。ほんで、増税はどうしましょう。すんの決まっとるよ。そんなとこですわ。はい。でもそんな、すぐに増税したらもう、バレますね、さすがに。何も税金って言わんでもええやろ。なんとか保険とかいろんな名目あるやろ。名前はどうでもええね。入れてしもたらこっちのもんや。まあそんなとこですわ、皆さん。はい。騙されてあげまへんで。私の解説は以上ですが、お二人どうぞ。いや、まあそんなとこだと思います。これね、高橋陽一さんが先日お出になった時におっしゃってましたけど、自民党の税調ってのが一番力があるんだと。で、自民党の税調は確かにこれをやるとは言ってないわけなんですよ。ただじゃあ政府税調って一体何のためにあるんですかって言ったら、政府税調のその言ってることっていうのはね、卒業論文みたいなものだとか、項目を網羅してるだけだとか言いますけれども、やっぱり役所が書いてんですよ、これは。財務省ですよね。財務省が書いたことを一応このなんか民間のね、人たちの意見ですって言って出してるだけの話なんだから、当然、財務省が考えるいろんなメニューの中には、この退職金とか、こういうものも取れるよね、っていう世界を見ては、いるっていうことですよね。はい。これをだからそのピックアップしてやるかどうかっていうのは、まさにこれは総理の考え一つにかかっているし、それから自民党の税調が今後ね、それこそ百田さんおっしゃるように名前変えたりいろいろしてごちゃごちゃして、ボーンと突っ込んでくるかもしれないと。こういうことですよね。はい。今回の宮沢さんの発言とか、明らかにもう支持率アップを狙って必死ですよね。はい、そうですね。特に保守系の媒体も、そのサラリーマンからはさらに取ろうって何事だっていうことをやってるわけです。で、それはね、岸田さんは強いほども考えてないのに、メディアが一生懸命面白がって煽ってんだみたいなことを言って、そういうふうな論調をね、こう一生懸命発言者の方に持ってこようっていう流れもあるんですけど。そのこと言うとるような、まあ、保守論客もおるわけ。何もね、明日すぐやるとか言ってる話ではなくて、そういう。将来的に見とるわけよ。メニューの中に財務省は入れてるよね、と。だから、これをね、岸田さんがやらないように、みんな牽制したいって気持ちなんですよ、と。で、確かにメディアの中にはちょっと行き過ぎた書き方してる人がいてね、岸田がもうサラリーマン増税やろうとしてるみたいなことを書いてるメディアもあって、それはさすがにちょっと行き過ぎなんだけど。いや、行き過ぎとも思わない。でも、全く考えてないことだったらば、そもそも政府臨調のあれに出てこないですよって話なんですよ。その財務省も含めてね。今までだったら、さすがにそれは行き過ぎやろと。うん、そんなポンってやらんやろと。近い将来的には考えとってもということやけど、LGBT 法案のあの政治を見た時に、ね、そうそうそう。こいつはやるときは平気でやるやろなと。そう。それそれそれ。やるなと。どんな反対があったってやるんですよ。やろうと思ったらやるやろなと。もうこれはもう分かりました。ついにね、LGBT の超党派議連はですね、やっぱり最高裁の判決が出たじゃないですか。トイレのね、使用について、公共の場所にも広げなきゃいけない的なことを議論し始めてますよ。いくら最高裁判決で、これはね、この事例特有のものだから、一般化しないようにっていうふうに言っていても、きっかけにしてどんどん広げていこうとするんですよ。これはね、自民党本当に致命的になります。というのはね、毎日新聞の世論調査で、内閣支持率がドーンと減りましたよね。その中身を見てるとですね、男性よりも女性の方が支持率下がってるんですよ。はい、そうですね。はい。これは大きいですよ。他の党見ててもね、そんなことないんですよ。男性と女性の支持率が。男性もガーン押してますけど、女性のはもっと押してるんですよ。これはね、さらに女性の支持率はもっと落ちると思いますね。女性が支持率落ちるとね、男性も引っ張られます。まあそうですね。そういうものなんですね。当然です。はい。男同士っていうのは職場でもね、政治的な話が全くやりません。そうですね。やりませんよ、そんなこと。とかね、女性はね、いや、トイレ嫌よね。あれ、本当私も嫌やわ、とか言ってね。こういう話は女性同士は絶対やります。主婦同士の話とか、女子会とか絶対します。これが家帰って男性に言います。はい。これは男が引っ張られます、これ。若干の異論があるのはね、絶対するとは言えないんですよ。女同士でも政治の話あんましないと思います。いやいや、
これで、ね、僕が言ってるのは、うん、今政治の話でしたんじゃね、うん、あのトイレの話、ね、あトイレの話ね、うん、そうそうそう、そういう切り口だったらしますよ、あれそうそうそう、うん、温泉とか入ってるどう思うとか、うん、こういう話をするんですよ、そうそうそう、それはあります、はい、それはあります、はいはい、もうそれを言うてるのに、うん、もう一部しか聞かない、絶対とか違うとか言ってね、はい、もういつもこの相手してやってもらう、違う違う違う、あのもうちょっと話を全部聞きなさいって言ってね、はい、ちょっとサラリーマン増税考えてないと、はい、総理はね、はいはい、それは嘘です。はい。これでも、はい、やっぱ今後言い続けないといけませんね。岸田総理考えてないって言ったじゃないですか。うん。だってあれなの、LGBT 法案があって考えてない言うてやったからね。そうそうそう、ね。国が滅ぶぞ！通勤手当、社宅にまで手をつける岸田政権。サラリーマン増税検討に巻き起こる悲鳴。これはね、もうタイトル聞くだけで、そうですね、もうおぞましさがもう、うん、もう背筋が寒くなるような話ですね。2022年度の国の決算では、一般会計で71兆円余りの税収を記録し、3年連続の過去最高を更新しました。しかし、増税の波は止まりそうになく、注目されているのはサラリーマン増税の検討ですと。6月末に岸田総理に提出された政府税制調査会の中期答申で波紋を呼んでいるのが、退職金増税。さらに答申では、一定額まで非課税となっている通勤手当や、社宅の貸与についても、増税検討リストに上がっているということですと。他にも食費の支給、従業員割引での販売なども、課税の対象に上がってきているということです。すごいね。すごいですね、これ。本当に。これね、もう、おぞましいとしか言いようないですね。本当にそうですね。いや、これもう地獄の亡者ですね。ガキですね。本当にすごいですよ。はい、他にも従業員割引こんなのまで、例えばデパートの従業員やったら、はい、まあ、そのデパートで売ってるものは一般客よりもちょっと値引きができる、どこでもそんなあります、はい、でまあ僕ら見ててそれは羨ましいなと思うんですけど、まあまあでもそこの会社で勤めてるわけですから、ね、 そうです、まあ、それぐらいのサービスはダメやろうと思うんですね、はい、ところがそこに税金かけろ、そこに税金を取る、これその会社から税金取ることかな、1割お前安くしてるから、じゃあその1割安くなった分から何ぼか税金取るのか、10%出せとかそういうことでしょうね、すごいね、すごい発想ですよね、まあ、確かに国にとってみたら国というのは消費税取りますよね、はい、例えば1000円のものやったら国は 10% の消費税で100円取ります、はい、でこれが例えば社員割引で800円で売ったとしたら、はい、80円しか取られへんやかと、はい、ほんなら20円損しとられへんかとそうですね、その20円損したもんは許せんいうのが財務省の考え方やな、そういうことですね、そんなことよく考えろなそば すごいですね、すごいな、その損した20円分から何とかしても税金取ったろという考えやろ、いや本当にすごいですよ、うん、社宅でもそうやろ、本来こいつは、一般のマンション借りたら、はい、家賃が15万円いりません、はい、ところがこいつ社宅に住んでるから家賃5万円で住んでる、ね、財務省とってたら本来こいつは15万円の家賃に住む予定のはずやと、これが社宅やから5万円住んでる、10万円分消費税わしらは1万円取りはぐれ取れないか、いやまあこれ所得税でしょうね、多分本来であれば所得になるはずなんですよね、なるほどなるほど、だから15万所得があって、うん、で15万のところ住んでるんだと、うんうん、だけどこれ社宅にして5万にしてるってことはちょろまかしてるんだっていうことでしょうね、そうね、うん、10万円分浮いてるんだったけど、これがまあ毎月やったら年間で120万円、はい、本来だったらこれ120万円分は所得のはずやから3、40万取れるはずなんだと、そういうことでしょうね、それから金取ったろ、もうこんなことすごいですよね、こんなね財務省の会議でね、はい、まあ、言うやつおると思うんだけど、はい、言うてもははーっと笑い話で済むような話ちゃうの、はい、ほんまやな、できるよね、ははー、まあやったら怒られるけどね、それを本気でやろうとしてるわけの、そうです、うん、これ地獄やね、通勤手当に至ってはですね、これもひどい話ですよね、私なんか前にいた大学なんかですね、うん、通勤手当なんて、うん、もうカツカツしかくれませんから税金取られたらですね、もう行くだけ損するっていうような、ね、状態になるんじゃないかなと思います、まあまあその税金はおそらく大学が払う、払うんでしょうかね、うん、ひどいね、いやだからそうなってきたらね、そんな余計な金使うの嫌やいうことで手当とか社宅とかやめる可能性ありますよね、そうですね、うん、で給料に上乗せすれば全部所得税で取られますからね、だから所得税に取られないための知恵だったんですよね、うんうん、この多分、ああそうね、そう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 なんですよね、
あの本来例えば扶養家族手当もそうですよね。そうです。本来は給与に入れたいけど、給与に入れると税金取られるので。そうです、そうです。あの税金ってね、サラリーマンが取られるだけちゃうんですよ。実は経営者側も税金払ってるんですよ、ね。サラリーマンにね100万円のお金払ったら、サラリーマンはそこから税金取られますけど、実は経営者側もそこから税金取られてるんですよ、はい、はい。ですからでもそういうの取られないように一種のまあ知恵ですよ ね、 知恵ですね。あのこれは家族手当やから、扶養家族手当やからいうことで、じゃあそれはもう非課税しましょういうことで、はい、実はお金あげてるんやけど、でもそれはもう国も分かる分かるいうことで、そういうことですよ、まあ、その辺はいいやんかと、やっぱ会社も勤めてる人もやっぱその辺は大事なことやから、まあ、まあその辺ぐらいはいいでしょうと、そういうことですね、やってんのを取れるよな、とろとろ本当にひどいですよね。でもね、こんなことは普通誰でも考えます。取れるとこから取ろうと思うと、うん、こういうのは誰でも思いつく、思いつきますよ、ね、誰でも思いつく、過去財務省その前の大蔵省時代から、ね、はい、こんなことはね誰でも考えてることです、はい、でもねそんなことはやらないという常識のことで、そうです、常識ですよ。仮にそれを財務省は大蔵省の官僚がこれを政府に言ったとしても、政府もストップですよ、ね、まあ、アホかと、そういうことですね、アホ、ようこんな少年持ってきたらアホ言うて終わりなんですね。そうです、本当にそうです。それ岸田政権真剣に考えてるよな。そういうことですね。これマジでこれやばいね、これこれはおかしいですね。サラリーマン、うん、ますますね悲惨ですね、うん、これ言うんならね、議員宿舎、ああそうや、あんなね一等地にね、あんなむちゃくちゃ安く住んでてね、これは全部ね税金で賄ってるわけですよ。あの安いで永田町の一等地にね、参議院宿舎、議員宿舎よくやるんですけど、はい、確かね10万ちょっとぐらいね、すっごい安いですよ。で最近ね、だから老朽化したからってまた値段下げよったやん。あのね、一般のアパートちゃいまんねん、一般のアパートは老朽化するとね、新たにそこ入ってきませんねん、もう古いからやって、で入ってけへんから周りの相場と合わせて、じゃあ値段下げようかっていうことになるんですよ、はい、だってね周りにどんどん新しいもできたらみんな新しいとこ入ってますからね、はい、ところはあそこは一般の人入れませんから、ね、入れます、入れます、はい、だから古いも減ったことあらへんねん、はい、そういうことです。それやろね、アホでね、あ古くなったから値段下げようかって、値段ね普通の民間の3分の1相場の3分の1以下なんですよ。もっと安いと思いますよ、4分の1から5分の1、5分の1じゃないですか、ものすごい安いけど、普通やったらね 4,50 万ぐらいかかるんで、はい、そうです、ね、それが10万ぐらいですよ、はい、それをまたねこの間ね何千円か下げよったやん、腹立つわ。でこういうことやってたらですね、大衆感情からしたらですね、なんでね俺たちの通勤手当課税しといてね、自分たちそんなとこ住んでんだよっていうのはね出てくるでしょうね。出るよね、はい、うん、文書交通費も公開してませんもんね。そうやね、文書交通費だいたい100万ですかね、月100万ですね、はいはい、これ使い道出さなくていいし非課税ですよね、うんうん、年間1200万円、これはね非課税の金なんでね、自営業者だったら分かると思いますけど、はい、非課税の1200万円というのは給与に直すと2000万円に相当する。そうですね、そうです、はいはい、額面で給料で2000万円もらっても、はい、可処分所得、つまり社会保険料とか税金とか、まあ、いろんなもん引かれて引かれて引かれて手元へ残るからが可処分所得ですが、だいたい2000万円の額面で1200万ぐらいです、元残るのはね。そうですね、はい、1200万残るか残らんかですね。そうですね、つまり文書交通費が国会議員は1200万円もらってるということは、これ税金かからない1200万円ということは2000万円もらってると同じことですね。はい、すごいですよ、すごいですよ。議員は今でも歳費が年間に2600万ぐらいだと思うんですが、はい、あります、つまり実際には文書交通費とか換算すると議員の歳費は4600万円に相当しますね。そうですね、はい、それぐらいあります。でさらにプラス、さっき言いましたように本来だったら 4,50 万ぐらいかかるところを10万ぐらいで暮らせると、はい、新幹線はどんだけ乗ってもただ、はい、しかもグリーン、グリーンですね、はい、飛行機は次4回往復はただ、まあ本当にすごいですわ、はいはい、秘書もね3人までは国が給料出ますよね、はい、出ます、はい、中にはですね秘書雇ってまんねん言って国から秘書の分の給料をもうてそれを全部ポケットに取ったやつもいます、はい、名前言えませんけどね、辻元清美、はい、これがまた議員やってまんねん、むちゃくちゃでしょ。だからね彼女言うてることは国のためとかね人々のためとか全部そっぱち、だってね、はい、そんなこと普通しないでしょ。いやだからいろんなの抜け道あるんですよ、うん、なるほどね、まあ、これを指南しとったのは当時の社会党のあるおばんらしいけどね。もっとひどいのになりますとね、うんうん、自分の愛人のね、うんうん、秘書だって言って、うんうん、その税金でね、うん、手当て渡してるってこういうのもいるんですよ、実際に。ちょっと名前言えないですけど、ね、名前言ってくださいよちょっとやめましょう、気になるわ、はい、また後で僕後で聞いたら気まぐれライブで言いますから、ね、まあ話戻るけど、はい、歴代政権の
誰もこんなことやってなかったんですね。そうですね、しかもですよ、税収過去最高を更新してるんですよね。うん、それやろにばなと。そうなんですよ。いやだからね、もうまるでね、それやったらまた更新するからやったーと思ってるんかな。ああ、なるほど、うん。いや、これね、実は前から岸田政権がなる以前から、こいつになったら増税するようになってる、いろんな人言うてました。というのは、彼の親戚一同とか、はい、あるいは兄弟とか、めっちゃくちゃ財務官僚多いんやろ。あ、そうなんですか。そうなのよ。奥さんの親戚とか。財務系なんですか。うん。とにかくね、こいつの一族は、財務省系ですか。財務官僚がすごい多いのよ。だから、前から、こいつがなったら、もう財務官僚の言うがままやなってなって、はい、で元々コンプレックスが強いでしょ。だと思いますね、うん、東大も中に落ちて、ところが財務官僚言ったら全員が東大ですからね。そうですね、ほとんど、東大法学部のトップクラスですね。そうですね、うん、だからね、どうも彼ね、すごいこうコンプレックスですか。いびつなコンプレックスあるんですよね。だからね、木原誠二なんちゅうのもに頭上がらないとも言われてますけど、彼なんかはまさに典型的な東大法学部の財務省ですね。財務官僚ですからね、はい、だからね、もうそういうねコンプレックスの強い人間はねトップに立たかんのですよ。安倍総理ってのはそういうのなかったですね。全然ないですよね、はい、うん、今はねそのことなんか口出して言わんやろけど、昔はね木原誠二さんがね、はい、実際は全部俺の言うままなんですよ、はい、俺が全部決めとるんやとかね、仕切ってるんだ、ああ、そういうことをもう豪語してるっていうのは複数からいろいろ聞いてました。はい、はい、まあいろんなところから聞くから、まあ多分本物だろうなと勝手に思ってるんですけど、はい、私想像して官邸でいろいろ喋る、はい、岸田総理がね、はい、いや今度ねこういうことやろうと思ってるんですと、ギャラクのかね、総理それ間違ってますよ、これはこうですよ、そうその通り、ギャラクその通りだよ、うんうんうん、そんな会話なんですよ聞いてね。コンプレックス強い人間でね、あ、でも確かにそうかもしれないですね、うん、だから自分はバカだと思われたくないっていうことで、君と同じこと言おうと思ってたんだと。そうそうそう総理分かってますよね、この手当から優遇措置おかしい、これ分かるでしょ。分かるそんな感じするよね。これ本当にどうなりますかね、まだ決定してるわけじゃないですからね。でも政府の税調ですよね、これ。これ確か宮沢さんでしたよね、税調やってるのは。はいはい、宮沢キーっていうのも息子だった。そうです、ね、うん、おいだったかな。あ、おいか、ええ。あれも岸田さんの親戚じゃなかった？岸田さんとあそこのつながりあるんですか？あったはず、確か。あ、だとしたらもう財務省系ですね。だって宮沢圭一さんというのはまさにミスター財務省、東大法学部ですからね、うんうん。まあどうなるか分かりません。やっぱりもっと政治家も普通の人のように生活したらいいと思う。うんうんうん、どういうことかっていうとね、うん、なんか政治家になると、うん、特に国会議員になると、うん、いきなりなんか生活が変わっちゃってるじゃないですか。もう一般人が政治家になった場合に、うん、松井一郎さんに聞いたんですけど、うんうん、まああっという間に身なりも何もかもみんな変わるって ね、まあ、ね、特に女性がすごい、半年経ったら別人かってぐらい全部変わってる、上から下までブランドで染めて、うん、もうシャネルのバッグは元はもうヘアスタイルもみんな違うわって、うん、この間まであんた普通の地味な服着てたらもう化粧もみんな変わって、あんだけ変わりますかねって言ってましたけどね、うんうん、ただね、その、まあ、政治家になってですね、うん、要するにそれまで地味なダークスーツ着てたけど、うん、ちょっと派手な色着ようかなとか、まあ、人を前に出てた時に目立つようにとかね、うん、まあ、それはくらいはいいんですよ、うん、だけど松井さんがおっしゃってたのは明らかにそういう色合いの問題ではなくて、うん、もう身につけるものが全部変わっちゃうと、うん、男女の違いはあるけどね、うん、例えばその秋元正俊の話なんか聞くとね、うん、再エネ議連の事務局長になったら金回りが良くなったのか、いきなりそのシャネルの時計し始めたとかね、あるじゃないですか、うん、それまで秋元の口癖は金がない金がない金がない、これが口癖だったよね、うん、それから再エネ議連の事務局長になった途端に、うん、急に金回りが良くなって、うん、シャネルの時計はめたりとか、うんうん、なんでシャネルやねって、そういうのじゃなくて、うん、もっとね、うん、普通にいわゆる国民生活市民生活をしている中で、うん、政治家としても活動してるっていう形に持っていくのが一番いいと思うんですよ。日本のサラリーマンめちゃくちゃ働いてますよ。どうですね、私やっぱり日本人はね、働き方改革だなんだかんだって言ったってやっぱ勤勉だから、うん、本当にね、今の例えば30代40代見ててもね、よく働くなと思いますよ。あとね、うん、働き方改革もっと一言言わせてください、うんうん、働き方改革でサラリーマンはこれ以上働いてはいけないってなりますよね、うんうん、現実にはどうなってるかって言ったらね、うん、申請しないで働いてること、うん、そうですよ、闇でね、うんうん、で結局ね、ここから先なんですけど、うん、さっきの話に戻りますが、こんなに一生懸命働いている人たちの年収が400-500万、うんうん、議員の財布いくらですかって話なんですよ。3000万超えてます。何回入れるとね、だからこれはね、うん、やっぱりおかしいと私は思う。
じゃあね、あの議員の人たちだけがね、ものすごく特別な仕事をしてますかっていうと、うん、そうじゃないと思うんですよ。やっぱり日本を支えてるのはね、本当に日本の津々浦々にいる一般の日本人なんですよね、うん、でその人たちの労働の質とか労働密度ですね、これが濃いから日本はかろうじて国力を保ってると思う、うん、その報酬がね、国際基準から見てもこんなに低くてね、うん、で議員の報酬だけがその何倍もあるなんてのは絶対におかしいですよ。おかしい、うん、だからそういうことも含めてやっぱり政治の世界にね、新しい風を入れるべきだと思う。別に我々のことを言ってるだけじゃなくってね、私はどんどんもっと新しい風が入ってくるべきじゃないかなっていうふうに思います。